実演したか男子は気になってしゃあないから。2週間前リアルいいです。いい日今年に入ってからやってないんですよ。嘘2400円。安いっすね。ゴミ放題。秋葉原で触れるのは家電だけの時代はもう終わった。どうやったさーどうやったたたさーねーバボス今何て言いました。細かいこと気にせんでね。さあでは行ってみましょうか。本日激安パンドカブ行ってみよう。おーここどこっすか。これ秋葉原。おおあるんすね秋葉原にも。今までパブは良かったとこ多いから激安パブパブレベルが高いかどうか確認しに行こうか。え激安ってどれぐらいなんすか。2400円。安いっすね。大丈夫か。あそしてね、まあ、なんと40分。今からガッツリ見てくるから。オナーいてくるわ。いらっしゃい。大丈夫っすか。いや待てあのえいや大丈夫どころの騒ぎじゃなくて、えいやなんと入りがけに店の人がバーマンさんですよねと。えっ、ー、マジっすか。でせっかくやからうちの女の子を追ってくださいと。すげえ。どんなパターンあるかっちゅうということでカメラは戻るぞ。えいいんすか。一緒に見て入るぞ。初めてですね。どんなパターンある。何回でしたっけ。4回やろ。こちらルナちゃんでございます。めっちゃ可愛いっすね。もう美味しすぎるカメラマン。いつもパンさんこんな人と遊んでるんですか。バカだねほんまに。レベルが高いだけやこの店の。まずはね、そうやろ。あそんなルナちゃんのねカップ数を教えて。いいね。間違いない。やっぱ聞いときたい。理由は簡単。ドスケベやから。そんなルナちゃん最近いつですかね。聞いとこう。半年前くらい。嘘つけ。2日前です。そっちよく行くんですか。ルナちゃんでございました。ありがとうございます。こちらリオちゃんでございます。おお。あんな高いなほんまに。まずはクスが来て見てます。ちっちゃいんですけど B です。B ですか。リオちゃんね週何ぐらい来てる？週4ぐらいはいます。結構ある。おお。スタミナあんの？あ若いんで。リオちゃんいくつなん？20歳です。めっちゃえ。最近いつ？本当に今年に入ってからやってないんですよ。嘘食べるけど、トイレはします。ナイス69歳の配線とか実際にやったことですか。どうですか。気になるんですね。めっちゃ気になる。さあ、そんな素敵なミオちゃんでした。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。わーこういうこと。これがそのクオリティ。男子見たかと。お名前は姫野です。姫野ちゃんです。世界で一番可愛い姫野ちゃんです。お願いします。世界ナンバーワンが今目の前に。ちょっと待ってください。姫野ちゃん今日は何カップか教えてリップです。リップ。男子は一番好きやし俺も好き。バカだ。居心地がいいよ。あったかい。いつしたか男子は気になってしゃあないから。いつしたのか2週間前。リアル。特殊能力がありまして靴の色を占い。今日履いてる靴の色を聞くだけで全てが分かってしまうというまた不思議な占い。靴の色占い今日の色何色。今日は白のネックです。白のネック今まで客と付き合ったことがあるかもしれない。これね、当たってるかもしれない。え、何してるんですか。おお雲行きが変わってきた。正直に言うか、正直に言います。おお今すぐ秋葉原全員来い。さあ、そんな客と付き合ったこともあり素敵な層の姫野ちゃんでした。本日2度目のゲストね。
大丈夫ですか。受け身が取れんぐらいやばい。ほんまにやばかったっすね。これね、キャメラマンも今日は実際に見てるから、この目で。あの可愛いことどんな感じのことしたんですか。やっぱりまず席にまず通されるねんけれども、店内めちゃくちゃ綺麗。いいキャバクラと変わらんぐらい内装に力入ってる。確かにすごい綺麗やったっすね。めっちゃ綺麗。保湿あんあんなんてあんまないんすか。ないな。ほんまに結構つつうらうら見てきてますけれどもないです。席通されて、で一人目に来た女子があの締めのちゃんと。おお、あの元気いっぱいの。笑顔100点、めちゃくちゃ激変わ。こんにちは、目のねみたいな感じ。おお。でもじゃあルービーと、まあもちろんここは40分2400円でなんと飲み放題。すごいっすね。遠慮なくビール飲むね。最初から積極性がすごい。さっき皆さんが見たまんまの勢いで来てくれる。すごいイチャイチャしてくれるんですね。イチャイチャが止まる。これはいつダウンタイム来るのかな。やっぱりパティパブの醍醐味といえばダウンタイム、まあ、15分から20分経った時にスッと照明が落ちて、その時いよいよ女子がやっていく。おお、なるほど。もちろんそのダウンタイムが始まる前もベロ CHU とグイグイグイベロ2回釣りました。イチャイチャ楽しみながらダウンタイム系がな来たと。おお、照明来た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 と。上がってきた時にバーマンと姫野ちゃんのコップとコップが合わさって、その時の合わせた温度が72度。高いっすね。36+36みたいなバカタレをズリン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 。さあこの白いカーテン、白いシャツというカーテンをめくったその先に絶景の谷間があると。形色ツヤ申し分なし。ツヤに関してはね、味覚糖の黄金糖ぐらいあったから。どういうことですか。まああんぐらいツヤあったと。ようやくここに攻めれると。いった。こっから上がいったみたいな感じ。ダウンタイムっていうのは思った以上に時間ある。5分ぐらいに感じるぐらいの十分なダウンタイムがある。その間ずっともベロベロしまくる。まだええのみたいな。とにかく舐めて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 ばっかりやった。でも大満足でスッと照明が戻って、姫野ちゃんがありがとうございました。いや、積極的で可愛い女子が去った後に次に来たのがルナちゃん。おお、最高。大人の良さが全部出てくる。ビジュアルも若いし、でも中身は程よい大人の良さが全部出てくる。肌サラサラ。おお、いいっすね。多分常にベビーパウダーが皮膚から出てんちゃう。どこ触っても気持ちいい。よろしくお願いしますみたいな感じやねんけど、ものすごいしっとり落ち着いてんねんけど、でもベッチに自由にちょっと行ってもいいかなって恐る恐る行くとびっくりするぐらいグイってきてる。本当は積極的なんですね。ラッキーサプライズ。こんな控えめで華奢でナイスピーなんだけれども、そういう時はちょっと力強くいい意味で裏見てきてる。しっとり喋って、しっとり乾杯、しっとり飲んできました。ダウンタイム白いカーテン、純白のカーテンめくったら眩しい。ちょい小ぶりなんだ。でも小ぶりなんだ全然ええねん。なおかつ恥じらいを見せながらこの言葉が男子を悩殺する。ちっちゃいからやだやだよ。おお、ちょっと照れてるんですね。これがええっちゅうの。やだって言われたやん。感動いいのかなって。でも大人の雰囲気も出してるし恥じらいもあるから、お前らブラ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 って言ったけども、小さく大人かな。いや、それもええ。姫野ちゃんとはいろんな意味で正反対だけれども、このギャップがありながらもどっちのタイプもめっちゃ可愛い。真逆の楽しみがめちゃくちゃいい。でもプリのペンタゴンがやっぱりできないですからね。バカだよ。パッキーパブは上半身で楽しめっちゅう店や。ここはグッとこらえノーアンダーと。このルールの中でも十分に楽しめる。それがね魅力だな。40分2400円。いや、ママさん総括お願いします。最高やかな、おい。あの値段でこんな可愛いこと遊べですね。今聞いたでしょう、男子の皆さん。うちのキャメラマンガダルカナルタカシが今言ったこと、これが全て。そんぐらいすごいでっていうことやから。秋葉原の層、この名前は忘れるなよ。誰にもバレずにチャンネル登録お願いします。秋葉原で触れるのは家電だけの時代はもう終わった。